これきついよな。カーもある、やばいな。めはい、ご視聴ありがとうございます。シネコチャンネル、シネコです。ぜひ本日も最後までご視聴応援よろしくお願いいたします。では本日ペルソナ3リロード、まあ、エピソードアイギスですね。まあちょこちょこダンジョンの中は進めつつ、今ちょっとね奥まで来たんでちょっと見てみましょう。この扉はどうやら第一の終着点みたいですね。意外と早いんだよね。想像してたよりだいぶ広いな。こんなのあと何回こなすんだ。私にも詳しくは分かりません。あれでも全員揃ってるな。扉の間の様子から考えると一度や二度じゃ済まない感じですけど、上やっぱり目指す発生源は全ての源なわけですから、普通に考えれば一番奥でしょう。なるほどね。最後まで行き着くしかないってことか。まるでタルタラスの再来だな。構造にも部分的に似たところがあります。つうかご丁寧にシャドウまで嫌がるしな。やれやれ、もう二度と見ないで済むと思ってたのによ。けどそういや影人間とかはすっかりいなくなったのに、なんでだ。それも探るしかあるまい。あれ、何しどりってどうなったの。わかるまで出られないんだからな。これには出てこないのかな、はあ、ん、どうした。いえ別に、ただなんていうか辛いこととか山ほどあって、ようやく平和に戻れたってのに。だから私前だけ見てよって決めてたのに、これじゃまるっきり昔に逆戻りじゃないの。なんかちょっと不満があるんだね。ここは時の流れが普通じゃない場所。過去を感じたとしても少しも不思議はありません。そういうものに触れるきっかけなんてここにはいくつもあるんですから。どういう意味。開くんかい。じゃあ先に開けてくれよ。お、ポロニアンモール。ここはポロニアンモール。でも私たちたった今まで買い物できるじゃん。どうなってる。外へ出られたのか。でもなんか変だよな。つか妙に熱くないっすか。お前たち、黒沢さん、どうした。こんな平日の昼間に。学校はどうなってる。いえ今春休みなんで。春休み、何を言ってる。今は7月だろうが。あ、夏に戻ったってことか。その格好はもしかして何かの行事か。いえ、そのこれは。まあいい、お前たちが少し特別なのは知ってる。だがそれを何かの口実に使うようならしっかり取り締まるからな。忘れるなよ。あ、コロちゃん、はあ、もう。掲示物の日付が全て2009年、カレンダーもだ。もしかして7月というのは去年の7月か。バカを言うな。じゃあここは過去の世界だとでも言うのか。おいアイギス妹、聞いてるのか。おい、あなた
こんなものが珍しいの？いえ、そんなことはないです。町にあるものくらいちゃんと知ってます。これは噴水、向こうのはお店。確かに私もたまに来て噴水を眺めることはあるけど。そうなんだ。なら私と一緒。でも今いるここはあなただけじゃなくて、私たちから見ても何かが変。教えて、ここは本当はどこなの？買い物ができりゃいいんだけどさ。来る時、扉をくぐりましたよね。あの扉は時の狭間のいろんなところにあって、それぞれ過去へ通じてるんです。なるほどね。本当に去年なのか。季節も時間も違ってるのを他にどう説明しますか？もっとも完全な過去じゃなくて、記憶にある場面へ飛べるだけみたいですけど、今いるここも多分他の場所へは繋がってないと思います。なるほどね。過去の世界って、おいおい。でも好都合じゃないですか。ここなら補給ができます。手に入れたものは時の狭間が消えない限りは実際に使えると思いますよ。もしかすると扉の先がこの場所だった意味はそれなのかもしれません。あなたたちの意思が反映されたのかも。確かに補給したかったからね。なんかさっぱり平気ですね。彼女結構すごい状況だと思うんだけど。でもとりあえずよかった。なんとか飢え死にだけはしないで済みそう。そこが時の狭間と呼ばれるわけを、私たちは初めて知った。なんか階層っぽい。過ぎ去ったはずの時間に触れてみることのできる場所。でも今思うと、この時私たちが言葉を失ったのは驚きだけじゃない何か。例えば救いのようなものを無意識に感じていたからかもしれない。どういう意味だろうな、救い。あー、やったー、やったぜ。買い物できる。なんか懐かしい。メティシ、これって、ああそうか、青ひげもあるか。青ひげもあるし、あの、まずは武器かな。よし、OK。どうぞ。新しいのを調達しておいた。時間があるなら見ていくといい。めっちゃ上がるけどこれ。ちょっと待てよ。どれだ。まずはまとめて手放す。うわ、それでも6万しかないのか。とりあえずもういいのか。アイギスの武器だな。ゆっくり見ていけ。間違いないか。ああ、わかった。役に立ちそうなのを仕入れて。間違いない。ああ、わかった。どうすか、メティスかな。何をする、そいつでいいの。ああ、わかった。あれ、ゆっくり見ていけ。あれ、売らなかった。どれだ。売る。あ、売れないんだあれ。なるほどね。いやでもあんまりこればっかり。また来い。いや全然お金がね。マジかよ。お金集めた方がいいねこれ。あー、なるほどね。とんでもって、これはこれ武器作るところだよね。え、ところ分かってる。あ、
装備を作るんだ。作るには素体が必要だよ。そんなにだな。何がお望みだ。どうしよっかな。一個だったら買えるな。何がお望みだ。なんかすげー無駄な気がするけどやめとこ。要はそれだけ。またのお越しを。ちゃんと集めた方がいいね。お金にしろ何にしろ。これは？あ、寮のここから出てくるんだ。あ、すごい。下の扉の間じゃなくて直接ここに繋がるなんて。確かに今はここも時の狭間の一部だからありえなくはないですけど、補給に使えるって全員が意識したから意思反映が強くなったんでしょう。これなら行き来が便利でいいですね。もしもし、妹ちゃん、後ろ詰まってんぞ。うそ。ゆかりっち可愛いな、ちょっと今の反応。おい、早く進め。後ろが詰まってるぞ。迷宮のさらなる奥には何が待っているのか。さあ続きだぜ。あ、マジかよ。この丸使いてえよ。オッケー。あれ？コロちゃん行こうぜ。コロマルアギ使えるからな。ただだよ。コロマル入れるのはいいけど。お待ちしておりました。どうした。これはお恥ずかしい。願いがあります。なんか集めてこいみたいなことかな。依頼ね。お待ちしております。ちょっと依頼見に行ってみようか。ごきげんよう。私からのお願いです。シャドウハンター。おや、素晴らしい。シャドウハントは結構割ってるね。素晴らしい。攻撃割とマハブフね。はい、デッドエンド持ってる。おや、すでに素晴らしい。では何とぞ。きっとそういえば吉報をお待ちしております。サラスバディ。吉報をお待ちしております。ふふ。では何とぞ。え、これ確か自販機、寮の自販機とかに売ってんじゃない。それでまあ行ってみよっか。とりあえずコロマルさんは絶対に入れたい。真田さん、さよなら。次は終わったからこれってことか。あの、それじゃあ、黒い影。ごめんなさい。じゃあ行く。ちょっとセーブしたいんだよ。ちょっと戻るか。セーブできる。あ、できねえ。一回戻りましょう。あ、戻れません、戻れません。進んでいくしかねえのか。気持ち悪。だから
先輩面しないでください。さあコロマルさん頑張ろうぜ。頑張って。後半真っ赤。あ、これは映画が効くんじゃない。ほらコロマル大活躍だぜ。アギに弱いやつも多いかもな。はい、ということでしばらくはまたちょっと探索を進めていきます。ね、学校で授業を受けて勉強して。あの戦闘開始、開始します。よし、今日もよろしくね。中間のコース点かな。さっきまた影があっ
て、何か危険なものが待ってないといいんですけど、追いかけるってなってたからきっと中間ボス戦があると思うんですよね。あれまだか、あ、下だ。シャドウ確認。あ、それと向こうにまたいた。なんで逃げるんだ。とにかく今は目の前の敵に集中してください。来ます。オッケー、解析できれば有利に。行くね。二発当てとくか、とりあえず。オッケー。弱点に命中。殺すかっこいい。好きね。上がるわ。効かないか。あー、あれブフね。吸収じゃなきゃいいけどな。集中しましょう。こっちに当ててるよ。私の願い。特にあれブフっぽいけどな。当ててみるか一回。当たったけど。で、あれがアギラオでしょ。ジオっぽいな。じゃあこの真ん中のやつな。召喚の時です。あー、そういうことか。オルトロス。気絶しないんだよね。あー、ジオだね多分。やらなきゃ。ジオくせー。ガルは多分効かないよね。さあ、ペルソナ。オッケーオッケー、いい感じ。弱点をついた。いい感じ。やってみせます。まず。まあ、とりあえずアギ当てて、ジオとブフ使えるやついないかな。ジオとブフ、あー、でもハジホしかない。あー、困ったな。とりあえずジオ当ててみて。あー、当たってね。困ったな。とりあえずコロちゃんテウルギアで削っときたいな。別に勝てるは勝てるんだけどね、そんなに強くないから。あ、でも痛い、だいぶ痛い。これちょっと変えてみようか。オッケー、やっぱジオだ。はいはいはい。で、やつにアギでしょ。アギ当てたろうよ。あー、もうそうなるのか。まあ、うまくいかんな。ですね。やってみせます。ペルソナレイザー。アギスが敵の状況はそうではなく、私の勝ちが。あれ、チェンジできねえじゃん。やってみせます。バトンタッチできねえのか。じゃあブフで。ジャークフロスト。
あーそうか、ポイズマ食らってるから参ったな。マハタル、どうしようかな、これ。あ、あいつもか、マハタル使えるのか。パトラーは効かない。あれ直すのなんだっけ。困ったな。はい、でもこれ下手したらやられそう。やったろうか。そういやここに来るまでにモナの道また見つけたんだよね。一番簡単なとこしか進めなかったけど。はい、こいつはもうアギラオで終わり。やっ、いやー、きちい。やばい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 、待て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 、危ない危ない危ない、やばい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 、やばい、危ねえ。アイギス死んだら終わりだからね。危な、回復しててもダメだよあれ。24000、すごい。魔術師のタロットか、いいね。ダイアルカナ欲しいからね、いくらでも。混合葉っぱ打撃な。ナイス、コロマル。あの、姉さん。コロマルだよ。でも俺は八方美人だから。な。なるほどね、一回戻るという選択肢があるってことか。うわめっちゃある、13個あるから大丈夫か。格闘、格闘入門書、これはでも装備品欲しかったけどな。ベストバウト DVD、 DVD 見れるのか。いやー綺麗ね。多分これあれなんだね、真田さん用の装備だなおそらく。これ何、あ戻れるってことか。こっちは進む道ね。はい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 、分かった分かった。一回戻ろうか。体の装備変えれる。オッケーオッケー。メテオナブルースタジャンとかいうの変えれねえじゃん。あーイオリのかな。あーイオリだね。オッケーオッケー。寮に帰ったら見せてもらえるって言ったけど、寮に一回帰らなきゃいけないのかな。私からのおね、素晴らしい。マッツードリンクね。
感謝いたします。吉報をお待ちしております。フラッシュグレネード中気功、あー中気功か、中気功難しいよな。それで一回じゃ寮に戻って、もしかして、あ、マジか。ねえ、今までできなかったことができる。へえ、お任せします。やめ、山岸風花はさ、機械得意だっていう話だったけど、それにしても行き過ぎてるよな。ほんとエンジニア並みだよね。あのね、なるほど、装甲から攻撃、強襲アタック、マジか。あー、そういうことね。はい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 、やろうか。強襲アタックはいいぞ。ちょっと次行ってみよう。なんか確かさ、本編の方、ペルソナ3本編の方でも強襲アタックあったよね。それじゃ行こっか。こう行ってからのコース、うわー、そういうことか。ようやく何か進展ありそう。うん、あ、来た来た。これすごい。みつる先輩どうしてるんだろうね。ちょっと気になるな。ちょっと強襲アタックやってみて。これ強制チャンスエンカウントってことですよ。あーっと、ガルーラならジオかな。はい、またちょっと進めていきましょう。よっしゃ、最終回着きましたね。結局全員来るんだね。まだ今回はどこに。では班長。あ、うん、行っていいぞ。どうせここのは事故だ。ああ、もしかしてあの日の。いやー、ごめんごめん、遅くなっちゃったな。天田健君で間違いないかな。あの日のことか、これ。ああ、そのお母さんのことは気の毒だったと思うよ。でもお母さんは崩れる家の中で命がけで君をかばってくれたわけだ。ああ、そういうことか。直接荒垣のペルソナに殺されたわけじゃないんだね。ああ、それでな、話を聞かせてほしいんだ。君は一応目撃者なわけだし。言ったら信じてくれる。もちろんだと思う。おじさん、君の力になるのが仕事なんだから。母さんは殺されたんだ。あ、そうか。でも置き換わるんか、影時間のことは。夜中頃僕トイレに起きて、そしたら玄関の前が騒がしくて見たら、高校生くらいの男の人が頭を押さえて大声出してて。おいおい、そいつがやったって。家が全部ぺしゃんこになってたんだぞ。そいつ、体から馬みたいな格好の光る怪物を出したんだ。怪物がすごい声で吠えて、家も母さんもあっという間に。母
怪物。君、そりゃちょっとないだろう。笑っちゃまずかったか。まあ、強いショックの後はたまに。僕、嘘なんか言ってないよ。見たんだ、ちゃんと。いいかい、これは事故なんだ。なるほどね。交通事故。酒飲み運転の車が家に突っ込んだんだよ。は？突っ込んだ？車も死んじまった運転手も上がってる。あとは事故状況のまとめだけなんだ。嘘だ！そんなの作り話だ！ああ、そう言われてもな。班長、立ち会いお願いします。おお、今行く。待ってよ、僕本当に見たんだよ。なんか声が幼い。すまなかったな。そうかそうか、おじさん、幼いのは当たり前か。まあ、本編よりもっと前の話だもんね。何歳だろう。あれ、初等部の何歳って言ったんだっけ、もともと。あ、まだって信じるって言ったくせに。大人なんて信じられないやつばっかりだ。なら僕が見つけてやる。ああ、なるほど。扉が消えてる。最初の扉は場所が変わっただけで消えなかったのに。それより今のって懐かしいですね。犯人を探せる方法はいろいろ考えたんですけど、子供一人でできることなんて全然なくて。なんで犯人には特別な力があるんだろう。僕にもあったらって本気で思いました。そのせいか。なるほどね。この日から僕は時々影時間を体験するようになったんです。アマド、交通事故なんかで手を打たせたのは大方私の実家だろう。すまないと思っている。おい、メティス、今のはどういうことだ。どういうことって。ああ、全員が共有してない過去はただ見ることしかできないみたいですね。新発見です。そんなことじゃない。なぜあんな古傷を暴くようなものが見えた。え、知りませんよ。あなたたちの過去でしょ。何か隠してるんじゃないだろうな。それ私に何の得があるんですか。これは推測ですけど、多分扉は入った者の意思を反映するんです。最初が補給できる場所だったのも、ラウンジに通じたのもきっとそのせい。じゃあこれは何なんだ。あなたたちの今の望みは一刻も早く時の狭間を消して助かることでしょ。なら扉の中で見たものはたとえ直接関係ないように思えても意味があるはず。私に言いがかりをつけてるより、そういうことを考えるべきだと思いますけど。正論。何？いいですよ、別に。彼女の言うこと当たってるかもしれないし。ただメティスもメティスでさ、あんまりまだ信用されてないからさ。実は最近思うんです。間違ってることもあったけど、戦ってた間は何かが今よりまっすぐだったなって。本当に大事な気持ちって、ただ毎日学校行ってても意識しないじゃないですか。真田さん、この頃またボクシングに打ち込んでますよね。それって昔の気分をなくしたくないからだったりしませんか。僕の勝手な思い込みかな。かもな。もしかしたら俺も。やめましょうよ、そんな話。過去、昔のこと言ったってしょうがないでしょ。私たちが死ぬ気で戦ったのって過去。何のため、前向いて歩かなきゃ意味ないよ。過去がやっぱなんか関係あんのかな。ポロニアモールも過去。行きましょう。ゆかりさんはちょっと否定的っぽいけど。
構な。よし。はい。みつるさんね。おっす。よっしゃ。お疲れっす。それじゃあな。なるほどね、前回のあれと一緒か。ねえ、これメティス外してもいいのかな。キリジョーさんもブフなんだよね。でもメティスガルも使えるからどっちかだけでいいと思うんだよな。他の連中はどこ行った？お、あれ誰もいないじゃん。作戦室とかにいるのかな。いないな。あら、なんか人が少ない気がするんだけどな。あ、いたわ。こんなとこに隠れた。いいんですけど。ありがとうございます。ワン。まあ。格闘入門書。やったろうか。
すがだな。俺は悪いな。これで全部か。すまん。OK、さあ次に行きましょう。新しいとこどんなとこだろうね。ちょっとなんかちょいちょいハエが入ってる。お待ちしておりました。はい。あれ赤いの増えてる。回復系だといいけどな。いらね。ねえ。いらね。どういうこと？あー、スキルカード複製か、神社みたいなもんか。なるほどね。すば、楽しみに。私からのお成果の宝玉林吉報をお待ちしており。希少種か、希少種といえばしばらく出てないもん。それで新しいペルソナを。ようこそベルベットルームへ。さあ、特別なペルソナをご所望ですが、さて探すと。41はいける。あー、もう40までか。あー、ギリメカーだ。こちらは強いペルソナです。引き継ぐスキルをお選びください。ちょっと待って、もうこれで行くしかないか。いよいよでございます。ちょっと字を覚えておきたかったからさ。切り目からね。少々過ぎた力かと。次に、あ、清流もいける。あ、サンダーバードね、いたね、そんなのね。こちらでよろしいのですか。あ、メディアいるわ。マハガルリカーンで生まれるようです。とりあえずさっき、あ、でも見た目が俺好み。トート、トート来た。トート良い選択か。どちらを継承なさいますか。マハンマでしょ。あ、メディアリカーンか。リカームの方がいいな。では始めるといたしましょう。これで4人こうか。まあ、マハコウハコウが覚えてるやつ欲しいな。新たな、どのようなペルソナをご所望ですかな。トウと使いたくね。ギリメからバーチャー、セイリュウどうかな。メディラマ、あ、どちらを継承なさいますか。コウがマハガル、マハラギ。楽しみでございますな。これ四星獣全部集めとくか。一応玄武ももう作っといた方がいいかもな。玄武パワーとヤマタノロ使ったら。少々引き継ぐスキルをお選びください。これはこれは、あ、うっそ、合体ミスだ。
まあいいか、おもろいの生まれる可能性あるしな。やれやれでございます。おや、あー、オセレベル1個上のじゃないね、オセは悪くないんだけどね。何を、いささか予定と違ってしまったようですな。まあいっか。あー、黒とか。こちらは強い引き継ぐスキルをお選びください。こちらで引き継ぐスキルをお選びください。この剣もさ、確か4つ揃えると何か出たよね。靴主か、靴主出すのに4つ必要じゃなかったっけな、違ったっけ。あ、なんか覚え、変化を見届けよう。うわー、いらね。ダーキに鬼と清流か、これはやめとこうか。おやめになりますか。お、またの新しいさ、ミックスレイドが結構増えてんだよね。ごきげんよ、依頼を受け素晴らしい。あ、なんか増えた。私からのお願いです。それでは、はい、進みましょう。次はあれか。あの、それじゃあ、うわ、宇宙空間っぽいね。あの、はい、じゃあどんどん進んでいくか。あれ、これ見たことある、同じ系のやつあったよね。はい、じゃあまたしばらく進んでいきます。これは最終回だよね。 OK、 さっき鬼太郎っぽいのいたし。あ、ちょっと待って、メディアだけ打っとくか一応ね。はい、ボス戦です。来ました。あれ、もしかして時々待ち構えてるこういうシャドウって、あれが呼び出してるってこと。あれってでも鬼太郎だよね。シャドウ来ます。この状況は強敵です。あー、ミスったな。違う、まあいいや。突っ放からテオルギアぶちかましてやる、まあ、そんなに強くないと思うんで、まあ早いかで、まず早いところ弱点を。わあ、効かねえ。あいつ、あれか、ガル弱点か。弱点をつけました。危険ランプな、きついな。はいはいはい、集中しましょう。どうしよう。ペルソナ、逃げないでください。疾風見切りも来た。飛んで、あー、どうしよっかな。そうで、この相手の解析を進めますか。 OK、 これが、この相手の全てです。あー、弱点なしね。この相手の解析を進めますか。ガルのみ。あー、ジオ反射きついな。どれでいくかな。ジオに強いやつで、反射はな、ちょっと強くない。まあ、いや、ソートにして、これですね。
します。ありがとうございます。とりあえず電撃は効きません。炎は両方効くよ。じゃあコロマルの炎を使用するか。SP 回復やってほしいんだけどな。あったわ。これはでかい。ここでガル反射か。あいつひたすらガル当て、ガル当てというか、それもありだよ。で、ちょっと SP 回復したから、どうしよっかな、これ。マハラギ、本当は別のペルソナがいいんだけど、リオ今強いから。やっぱジオ回避のためにソースはつけとくべき。次は、ああ困ったな。はいはいはい。オッケー。あいつ全然気付きないな。メタス、体力に気をつけて。私の覚悟。どんどん。じゃあ次は当てます。メタス完全中。デンジャーだね。はい、来ません。メディア撃っとくか。感謝して助かりました。これきついよな。リカーもある。やばいな、メティスのテウルギア。ちょっと頼りにしてたんだけど。どうすっかな。こいつに、もう1体ずつ倒すか。これ見る限り右側のあの剣のやつがアタッカーっぽいから、やっぱ右側のやつ倒すのが先決かも。うわ全然。あ、いける。オッケー。マハジオか。危ねえ。こいつ物理のスキル使ってんのに体力減ってねえのかな。SP のやつは SP が足りないみたいに出るくせにさ、
体力は無尽蔵なのかね、こいつ。弱点を使いました。召喚の時です。ミス。そうではなく、まあ、頭はじようか。ゆかりちゃんだ。ピンチです。覚悟してよね。消耗してますね。引き金を、はい、こいつ負けない。道路で支援感謝です。あぶねー。よしよしよし。決断の時です。その調子。違う。攻撃します。ダウン。ダウン。バーダに力が。コラちゃん。いっぱいかも。オッケー。こっちの番。みんな消耗してます。この場面なら回復を優先してください。感謝します。ありがとうございます。で、テオルギア。オルギアモード起動。確認しなさい。姉さんの邪魔は出ません。で、コロマルを排除を行いた。この状況はペルソナ。こいつどうしよっかな。スカジャをゆかりに当てて、ちょっとジオでゆかりがダウンするときつい。やらなきゃ。来て、リセス。どうもで支援感謝です。オッケー、回復できたぞ。召喚。半分。硬いな。カルンダ的なやつない。ベビーカウンター特にねえな。そうではなく、あー楽だ、きつい。デクンだから戦いたいってことな。感謝し、ありがとうございます。ペルソナ。召喚の時です。どうしようかな、マジでこいつ。これでアイミス防御力が落ちてるわ。クリスタルでも出てくれるやな。よっと。おい、カルちゃん見事な身のこなしです。はい、いくよ。これでとどめ。これが私の願い。なんかブルーラばっかり撃ってるってあれか。持ってる敵がいます。ブフーラありだな。凍らせるか。やりましたね。オーベルコ食べられてる。リセス。そうだね、凍らせてブフーレで、クリスタル狙いにするか。やってみせます。そう、凍結無効。いや違う、凍結な い, ない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 。や、あるけど。攻撃します。うわ、きつい。ゆかりちゃん
だったよね。メティス、そんな。やり返せ。引き金を。まあでもこれでメティスに立ち上がるんじゃない。助かりました。私の覚悟、これが私の役目。これでオルギアから立ち上がるよね。はい、さあ、そのままブーフ打てる。きついな、これ、マジで。ゆかりちゃんだ。次はこっちの番。この場面なら。感謝します。支援、感謝です。集中しましょう。ブーフだね。召喚。わあ、やりましたね。反転してて動けません。今決める。もう一つくらえ。硬いな、それにともマジで。きらめく命の灯火よ、みんなを照らして。回復したら。コロちゃん、まだビリビリで動せません。これが私の願い。オッケー。戦ったな。お疲れ様でした。その最後はなんかあっけなかった。正義のタロットだ。1枚増加でけえな。これならもっと戦えそう。オッケー、お疲れ様です。あ、うん、めちゃくちゃシスコンだね。でだ、まあ、いっぱいあるけど。大きな骨。ああ、転がるのか。絶縁ブラックタイツ。絶縁、これ明らかに。え、待てよ、これさ、いや、これ一回絶縁ブラックタイツ変えるか。転がるのは、あれ、骨ってなかったっけ。違うのか。確かにあった気がしたんだけど、骨って。あの影、私たちが進むのを阻んでる。誤釈です。姉さんの行く手を塞ごうだなんて。これで、まだか。はい、また進めていきます。はい、また最終回に来ましたけど、これどうせまた誰かの過去みたいなこと違うのかな。待って、真田くん。真田だ。はいはいはい、真田くん。おい、待ってくれ。君、首相だよな。あ、ちょっと押さないで。つか、もう練習時間外ですから。なあ君、ボクシング部の真田君だろ。そうですが。いや、この前の優勝すごかったね。中学であんなに KO 出るの初めて見たよ。私、実は決勝で当たった学校のものなんだけど、君、高校から打ち来ない？君なら特待生として学費半分でいいよ。ちょ、あんた他の学校の人？どんだけルール違反なんすか？失礼ですが、わざわざ準優勝だったところへ移る必要を感じません。お引き取りください。いやー、真田くん、かっこ
あんたのヘボ高校なんか行くわけないでしょ。頼むからもう帰ってくださいよ。いつか俺ら帰れないっしょ。あの追い返し方はないんじゃないか。失礼。練習後はこうなると聞いていたので、先に来て待たせてもらった。3年 C 組、真田昭彦君。要件は何だ。ん？私が誰か聞かないのか。必要ない。面倒なしがらみを持ってこないでくれ。俺はただ自分の力を鍛えたいだけだ。面倒じゃないさ。私の頼み事は至ってシンプルだ。頼み？倒したい相手がいる。ただし相手は人間じゃない。ボクシングのルールを守ることもない。そして相手はおそらく君がこの頃深夜に体験する現象と関係がある。私もおなじみの上なんだ。君と同じくあの時間が見える。でも君はそれが何を意味するかを知らない。一緒に来るなら教えよう。お前誰なんだ。私は霧城満。君と同じ3年生だ。霧城、聞いた名前だな。力を鍛えたいと言ってたが、それなら戦いに今より大きなものをかければいい。君なら奴らを倒せる。今度もまた扉が消えてる。前が天田で今度は俺の過去か。どんな意味やらさっぱりだ。見えてきませんね。しかしまた随分と懐かしい思い出だな。お互いまだ中等部の頃か。正直自分でペルソナを呼び出すまで御令嬢は頭がおかしいのかと思っていた。何しろ初対面でピストルを渡されたんだからな。おいおい、説得の工夫と言ってくれよ。話しかける前はいろいろ悩んだんだぞ。正義の戦いだとかそんな言葉は一番聞かなそうな手合いだったからな。抜かせ。今のが学校？そう、学校よ。と言ってもそのごく一部だけど。ごく一部？本当はずっと広いの？ええ、あなたもしかして本当に一度も外へ出たことがない？それはごめんなさい。仕方ないことかもね。考えてみたら私も最初は寮の外に出るのを止められてたし。姉さんも学校へ行ってるんですか？行ってたけど、この春からはもう行かないの。え、なんで？どうして辞めちゃうんですか？他のみんなも行ってて、姉さんはみんなのことが好きなんでしょ？どうしてって、それは私なりに、とにかくちゃんと考えてそう決めたの。そうなんだ。そういえばそれって推測ですが、私思ったんだけどメティスって悪い人じゃないと思う。悪い人じゃないっていうより、俺ら今まで真顔で相手してたけどさ、根は単なるガキンチョなんじゃねえの？かもね。
それは。なんかあるかな、なんかあるんだろうな。よっしゃ、まあ、ずっと回想シーンは黙ってたが、とりあえず中学の校の真田さん可愛かったね。いや、みつるさんもなんか縦巻きローフだったな。DVD とか全部見てから今日は終わりにしようか。あのな、なるほどね。そうだな。あ、こっちも。え、超強え。ミツルのテオルギアめちゃくちゃ強いからね。そういえば、はあ、はあ、ミツルさん怒ってんの、ミツルさんじゃねえや。よっしゃ、見てみるか。お疲れ様です。ありがとうございます。よし、見てみようか。ありがとう。あれか、なんとかの泉みたいなやつだっけ。これ回復するのでかいよね。うん、やりますとも。お疲れ。あのね、ヘヘヘ。
そうだけど。それな。熱い、スキンダオとは。だいぶこれやっていくと強くなんだね。いいね。どんどん上げていこう。テウルギアのレベル上げてえな。オッケーオッケー。言いにくいんですけど。はい、じゃあ、ね、新しい狭間をチラ見して終わりましょうかね、本日は。次行こうか。結構まだあるな、1、2、3、4、あと4枚ある。あの、これで半分か、半分終わったって感じなんだ。ということで、本日はここまでですね。はい、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。ぜひ次回の動画の応援もよろしくお願いします。猫チャンネルしねこでした。